それでは時間となりましたので、始めさせていただきます。アルファ型ミュージンさんによる、ロッカー三兄弟についてです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ロッカー三兄弟というお題でお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。先ほどのなんかドッカーマシンの中の人が喋っていたのでめちゃめちゃちょっと緊張しているんですが、はい、始めさせていただきたいと思います。はい、では簡単に自己紹介です。鳥と申します。ウェブではこんなアイコンと ID で活動しています。で現在は株式会社ハロイドという会社で、サーバーサイドエンジニアとして働いております。で、まあ、パールは結構前使ってたんですけど最近は結構ご無沙汰です。はい、すみません。はい、で、アジンガです。まあ、ちょっと前提なんですけど、ドッカー自身の話ってちょっとあまりする予定はなくてですね、あくまでドッカー三兄弟と呼ばれているものは一体何やねんみたいな話があると思うので、その辺を紹介していきたいなと思っています。で、まあ、アジンガはこんな感じになってます。はい。では、ドッカー三兄弟とは何だというところで進めていきたいと思います。この3つのツールのことを、ドッカー三兄弟と話していて、まあ、ちなみになんですけど、多分誰も三兄弟なんて呼んでなくて僕が勝手に呼んでいるだけなので、外で話しても多分誰にも通じないと思います。で、一応、一つ一つ紹介していくと、ドッカーマシンというのはドッカーコストの構築ツールで、コンポーズというのは複数コンテナを定義したり、なんか操作したりツール、操作したりするツールで、フォームというのが、まあ、クラスタリングするためのツールというところで、まあ、ドッカーが公式に提供している、オーケストレーションのためのツール群のことを指しています。まあ、ざっくり言ってしまうと、まあ、ドッカーを、まあ、便利に使うためのツールたちです。で、まあ、一応ドッカーが公式になんかサポートしているところで、まあ、100% ではないにしてもちょっと安心感があるのかなと思っております。はい、で始め方で、ちょっと前までは、コマンドラインからウリューとかでインストールだったんですけど、Docker の 1.8 のリリースとともに、Docker ツールボックスというインストーラーが配布されています。で、これを使うと、これらのクライアント、マシン、コンポーズと、あと、まあ、GUI のツールと、あとバーチャルボックスみたいなのがついてきます。で、もともと、Boot2 Docker を使っている場合であっても、このインストーラーの中で、元のイメージをマシン用にマイグレーション、自動的にしてくれたりするので、まあ、一方も楽ちんという感じですね。で、まあ、GUI がついてきて、まあ、僕もそんなに使ったことないんですけど、デモ的なものをやってみたので、ちょっと操作感を見てみます。で、これ、Docker Hub にあるコンテナを、選択したり、まあ、検索したりして、でそこから選択して、そのまま起動みたいなのができて、で、ログインにすると自分のリポジトリも、選択できるようになっています。で、なんか GUI で、なんか、情報見たりとか、そのままなんか情報更新したりとか、でなんか選択してエグゼックしてその中に入って何かするとか、あとログを表示したりとかってもできるようになっているようです。で、あとは、この GUI から作ったものでなくても、まあ、コマンドラインから、コンポーズとかで、作ったものに関しても、左側のペインに勝手に表示されて、ログ見たりとかもできるので、結構便利かなと思っております。はい、で、もうちょっと詳細な話をしていきます。その前にちょっと、注意点があってですね、これ、3兄弟全てベータバージョンで扱いになっているので、本番で使う場合は、十分に検証した上で使った方がいいかなと思ってます。で、まあ、僕も本番でガリガリ使っているわけではなくて、開発環境、この後話すんですけど、開発環境とかで使っていて、で、まあ、その分には全然問題ないかなと思っております。これ単にこれ自分が使ってる人なんですけど、コンポーズは結構使ってて、マシンはまあ使ってて、で、ソームに関しては、実は使ったことがないので、この勉強会のためにちょっと勉強して、触ってみた感じになってます。はい、では、すみません。ドッカーマシンです。まあ、これは何かというと、任意のプロバイダー上にあるドッカーサーバーを操作するためのツール。で、まあ、普通に VM 自体を起動したりとか、なんかやったり、というのに加えて、VM 上の Docker ホストにやり取りするためのなんか一覧を表示したりとか、それを選択して環境変数を設定したりとかっていうところができるのが便利かなと思ってます。まあ、なんかベイクラントの Docker バージョンみたいなのをイメージすると分かりやすいかもしれないです。で、Boot2 Docker の代わりプラスアルファとして使えるのかなと思っていて、
まあ、普通にバーチャルボックス対応しているので、まあ、ローカルのバーチャルマシンに対しても、今まで通り使えますし、かつ、なんかローカルで使ってて、ローカルのリソース持ってかれるの嫌だから、ちょっとクラウドに移したいなみたいな場合も、まあ、ほとんど同じインターフェースで、AWS なり、デジタルオーシャンなりに、VM 起動して、で、同じようなインターフェースで操作できるっていうのが、すごい強みなのかなと思っております。でまあ、現在サポートしているドライバー、あの公式のドキュメントをコピペしただけなんですけど、まあ、有名どころはサポートしている感じです。で一応こんな感じのコマンドがあって、クリエイトがあって、まあ、よく使うのは LS とか EMB とかで、まあ、LS で表示して EMB で切り替えみたいなことをよくやってます。あと、まあ、普通に SSH で入ったりとか、あと、まあ、最近追加されたんですけど、SCP で、まあ、ローカルのファイルを、VM 上にコピーしたりとか、あと、まあ、ローカルだけじゃなくて、なんか、マシン同士で、コピーとかもできるみたいです。はい。で、また、LS のイメージ図なんですけど、まあ、これ3つのレコードがあって、1番目からバーチャルボックスのマシンで、2番目が Amazon EC2、で3番目がデジタルオーシャンみたいな感じで、まあ、裏 の, このバックエンドは気にしなくても、その同じ管理内で、管理して、でそれに切り替えが簡単にできたりするという感じですね。はい、で、コンポーズです。で、コンポーズについては、複数の Docker コンテナから構成される一つのサービスを実行したい場合というのは、まあ、とあるなんかウェブアプリケーションが Redis や、MySQL や Memcache などに依存している場合に、まあ、それいちいち一個一個手で上げるのめんどくさいんで、YAML のファイルに定義するだけで地域で、立ち上げたり管理したりすることができるツールであると。もともとは FIG という名前で公開されてたんですけど、まあ、Docker 本体に取り込まれてちょっと名前が変わっております。でクイックスタートで左側の方が、Compose 特有のコマンドです。で、まあ、アップってやると定義されているコンテナが一気にドカッと立ち上がると。でスケールとかってやると Web イコールなんか10とかってやると10個一気に立ち上がったりとかっていうのは簡単にできると。あと右側の方が大体Docker コマンドと一緒でほとんどサポートされています。でこれもあの公式のやつをそのまま持ってきただけなんですけども、一番左側の階層が、サービスになっていて、まあ、この場合だと Web アプリケーションと Redis っていうサービスが定義されていて、で、まあ、Redis であれば、Docker Hub の Redis のイメージをそのまま持ってきて、実行してて、 Web アプリケーションの場合だとカレントディレクトリにある、Docker ファイルをビルドしてなんとかなんとかみたいな、まあ、シンプルな YAML になっています。で、まあ、ほとんどの Docker オプションに対応してます。まあ、対応してるんですけど、あの微妙にあの名前が違ったりするので、ドキュメントを確認した方がいいかもしれないです。で補足として、Docker Compose 特有のアトリビュートがいくつかあるので紹介します。で、Extends というアトリビュートを使うと、まあ、要はこれあの他の YAML をインクルードして使うことができると。で、まあ、左側のあの顧問というので、まあ、共通化したり定義しておいて、で右側の方でそれをインクルードして使うみたいなこともできます。あとはスタンダードリンクスというので、ロッカーコンポーズの外にあるコンテナと簡単にリンクとかもできたりしますと。で、スモームで、スモームは、まあ、これはクラスタリングのツールなんですけれども、ロッカーホストの集合を、まあ、抽象化して、一つのDockerエンジンとして実行するためのツールでございます。で、独自のスケジューラーサービスディスカバリーを持っております。で、まあ、手動であのクラスター作るのもできるんですが、Docker マシンと連携することによって、簡単にクラスターを組むことができるようになっています。はい。で、まあ、これは、イメージ図で、点線の中が、スモームのクラスターになってて、まあ、マスターがいて、まあ、ノードがいて、コンテナが立ち上がってて、でそれらがディスカバリーサービスでクラスタリングされていて、で一番左のクライアントからマスターに対して見ると一つの Docker に見える。 でも実際は複数になっているかもしれないみたいなイメージですね。はい。でディスカバリーサービスですね、まあ、どこにそのノードがあるのかみたいなやつですね。で、まあ、これはいくつかの、バックエンドと連携することができるので、お好きなものを使えるようになっています。で、この辺はドキュメントに守ってます。
で、まあ、フィルターですね、まあ、スケジューリングっていうのは、まあ、どのコンテナをどのノードに配置するかみたいなやつですね、いくつかのフィルターが適用されています。で、まあ、コンストレイントで、まあ、自家指定したりとか、アフィニティで、まあ、NGX と VentD は一緒のノードにするとかっていうのができたりします。まあ、その辺もドキュメントをご参照ください。であとは、まあ、スケジューリングの方針みたいなのを持ってて、この3つがあるんですけど、まあ、デフォルトだとスプレッドで、まあ、できるだけこう分散するように頑張る。でビンパックっていうのを使うとできるだけ一つのノードに集約するようにする。であとは、まあ、ランダムみたいなものがあるようです、はい、というところで、実際に、集結したらどうなるんだと。まあ、事前準備としてまず、フォームトークンというのを生成して、でその生成したトークンをもとにクラスターを組んでみます。で今回の場合は、Docker マシンで、マスターと、ノードを2つ計3台でちょっと試してみました。でコンポーズで、アップとかスケールとか実行してその様子を見てみましょう。まあ、これ事前準備のコマンドなんですけど、まあ、一番上の方で、まあ、フォームクリエイトってやると思う、クラスタリングための ID が生成されるので、その ID を使って、クラスタリングしていくと。で真ん中のやつが、VM のマスターのコマンドなんですけど、まあ、クリエイトするときに、フォームというフラグとフォームディスカバリーというのでトークンを指定して、でマスターであればフォームマスターというフラグをつけてクリエイトします。で、こうしたノードの場合は単純に基本は一緒なんですけど、マスターというフラグをつけないで起動するとノードとして起動されます。で一番下あのクライアント向けなんですけど、Docker マシンの演武で、マスターに向けて、実行しているという感じですね、はい。でまあ、実際にデモで使うやつです。これは本質のやつとほとんど一緒のアプリケーション でイメージ、まあ、今回はパールのカンファレンスなのですごい久しぶりに書いてみました。ダンサーのデモアップというので、これ Docker ファイルも公開されているのでよかったら見てみてください。で、1個現時点で注意点があるんですけど、コンポーズとフォームを一緒に使うとしたときに、なんとリンクが使えなくなるという、これ結構不便なんですが、のがありまして、でそのため、今回の場合は、環境変数で、起動した後でクラスタリ、クラスタリされたレディスのマスターのポートをレディスをホストっていうのを渡して、手動でやっているので、ここがすごく今のところは不便です。はい。で、ダウルさんのアプリケーションはこんな感じで、まあ、これも公式の Python で書かれたやつを単純に、パールでポートしたものです。これ、環境変数でホストを受け取っていると。で、カウントアップしたものを表示している感じになってます。で、ちょっとすみません、見づらいかもしれないですけど、LS で、マスターとノードが3台いるみたいな感じになっていて、Docker インフォで見るとクラスタリングされている様子がわかると思います。で、あとフィグっていうのはちょっとエイリアスで貼ってるので、本当は Docker コンポーズなんですけど、フィグでやって、で、PS でやると今、コンテナ立ち上がってないんですけど、今、アップで立ち上げています。で、これアップでもう数秒、1秒ぐらいで起動して、で、レディスと、ウェブサーバーが起動しています。で、ウェブに対して、なんかカールとかで、実行すると、まあ、カウントアップされてますねという感じですね。で今度は、なんかスケールみたいなので20個増やしてみると、でこれももう1秒2秒ぐらいでコンテナが立ち上がります。で PS で見ると、まあ、なんかプラックアップでウェブが10個増えてて、でかつなんか複数のノードにちゃんと分散されている様子が分かるかなと思います。でちゃんと別々のノードにアクセスしてもちゃんと集計されていると。まあ、こんな、はい、デモでした。はい、ユースケースです。で、これは実際にやっていて便利だと思っているのは開発環境の開封というところで、まあ、他の開発者は、なんかリポジトリクローンしてアップするだけで、もう何もしなくても、もう Ruby とか、Ruby じゃない、Perl とか、別にマシン上になくても、すぐに使えるようになると。
で前提条件としてはアプリケーションのリポジトリにコンポーズとかあと Docker ファイルとか含めておいて Docker コンポーズアップってやるともうそのまま起動してあと、まあ、ユニットテストとかも、コンポーズランメイクテストとかってやると動くようになっているという環境を配布するのは結構便利で、あともう一つはローカルに限るんですけど、ボリュームが使えるのでローカル上のファイルと完全に同期してあたかもローカルのサーバー上で、実行してなんかリアルタイムに反映してコーディングするみたいなところまでできるのが結構便利です。であとは CI 環境としてコンポーズさっきもうアップすれば動くみたいな環境を作ったのでそれを使ってもう CI の上で、ビルドしてアップしてメイクテストするとそのまま動きますねみたいなところを、結構前にちょっと試して聞いたとかに上げてるのでよかったら、ご覧ください。であとはマルチクラウドクラスターというところで、これ実際ちょっとやろうと思ったんですけどちょっと間に合わなくてできなくて単純に妄想だけです。で、マシーンとコンポーズを3兄弟の力を結集すると、マシーンで各クラウドに対して VM 立ててクラスタリングしてコンポーズでコンテナ作ってで DNS で適当に割り当ててもうデータとはマスターレスの美薬とか使うと、ですねまあ、どのクラウドに対しても全く同じ環境ができると、まあ、Google AWS Azure にもコピーが完全にできるわけですね。でこれまあ、どうか、例えばそれ AWS が全部落ちたとしても、まあ、Google とかで動いてるから全然気にしなくていいよねみたいな、はい、半分ネタの話で実際多分作ろうと思えば作れるっていうところですね。細かいところを見ていくと多分いろいろ問題が出てくるので半分妄想なんですけど、はい、まあ、こんな使い方もあるのではないかという夢の話でした。はい、でちょっと時間がないのでこれちょっと後で資料公開し、あと全部さんという方がですね、Docker とかハッシュコープなどの翻訳を公開されていて、でこの3兄弟についてももうすでに日本語訳が公開されているので、素晴らしいと思うサイトを僕もすごい参考にさせていただいてありがとうございます。皆さんもご覧になると良いと思います。で一応ロードマップについてちょっとだけ、かいつまんで、読んでみたので紹介します。でマシーンに関しては、まあ本番環境で動くのと、あと、まあ、さっきちょっと実際に聞いてみたんですけど、もうちょっとプロビジョニング周りをもうちょっとプラバブルにしたいなみたいな話をされていました。であとコンポーズに関しては、まあ、これも似たような感じで本番環境に向けて、例えばアップの時にダウンタイムなしで切り替えたりとか、まあ、失敗したらロールバックしたりしたりとかというところを書いてました。であとは、まあ、カゴッチして何か変わったら、アップし直すみたいなところも、この中ではいいみたいなのが書いてました。であと、これ結構僕も欲しいなと思ったのでちょっと上げてみたんですけど、複数チーム連携を考慮というところで、まあ、要は外部にある、Docker Compose ファイルとか他の Git にある Docker Compose ファイルをなんかそのまま、作ってリンクして それを使えるみたいなところがなんかしたいなみたいなイシューがあったのでこれができると結構すごい僕なんかは、嬉しい機能です。で そうに関してはコミコミスクジュラ改善とかあと今マスターで実は用になってて、まあ、その辺なんかリーダー選出みたいなことをしたいな。あと、まあ、拡張性の考慮として、スケジューラーのプラグイン化を進めていてあと最初はメソスでなんか Kubernetes みたいなのも対応したいなみたいなここが書いてあったようです、はい、ということでまとめると、本番で問題なく出さすことをとりあえず目指していると、まあ、実際どのくらいの時期になるかは分からないですけど、まあ、徐々に進んでいくのではないかと。であとは、マシンとコンポーズは相互統合を充実させるようになっていて特にコンポーズ周りの連携が強化されると面白そうかなと思っています。でまとめです。Docker 3兄弟を使うとDockerをゆるふわに利用することができてですね、まあ、外から見ると統一されたインターフェースなんですけど実は中では、まあ、どのクラウドを使ってもいいしどのスケジューラーを使ってもいいしみたいな感じでこの辺をプラバブルにしつつでなんかそのポータブルにいろいろできたりとかっていうところができるのがいいのかなと。であとは開発環境としてはもう十分に利用可能と思っていて実際使っています。で本番環境としては、まだまだ課題は多いんですけど、ロードマップ提示されているので、それを期待しましょうという感じです。で、まあ、さっきのような、まあ、マルチクラウドも簡単に作れるので、まあ、夢が
意味があるなと思って、で、まあ、3兄弟で終わろうと思ったんですけど、あの4兄弟になりました。最初のツールボックスで GUI ツールみたいなのが、一緒に提供されてたんですけど、実はこれ完全に僕の想像なんですけど、それもあのこの中に連携の中に組み込まれるのではないかなと思ってて、まあ、さっきのスワムクラスターとかも GUI とかでできるようになるとすごい楽しそうだなと思っております。はい、時間があるので、ではちょっと飛ばします。というわけで、すみません、あのハロイドではエンジニアの募集しておりますので、気になる方はお声掛けください。はい、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質疑に移りたいと思います。質疑ある方は挙手をお願いします。すみません、好みの問題だと思うんですけども、プレーンなどドッカーコマンドとドッカーコンポーズの使い分けはどういう感じされてますか？好みの問題で、ドッカーファイルを生で使うのとドッカーコンポーズを使うのの好みというところですね。ドッカーコンポーズ、あ、ドッカーのドッカーコマンドでなんかドッカーファイル起動してやるっていうのは、まあ、コマンドラインで指定してなんかやったりすると思うんですけど、Docker Compose を使うと、まあ、それがファイルで定義されているので、なんかその Docker、オプションとかをして意識しなくても、例えばそれを配布するときに、使う人はもう Docker Compose App ってあれば、もう全部統一化されたインターフェースで環境構築できたりとか、っていうところができるのが強みかなと思っておりますが、回答になっておりますでしょうか。ありがとうございます。他に質問があれば、お願いします。どうかありがとうございました。ドッカーマシンを使われてるということだったんですけど、はい、ローカルだと、VM というかバーチャルボックス、VM のアパーで、それを使っているのかなと思います。バーチャルボックスで、まあ、もともと Bluetooth Docker を使っていたので、まあ、それをそのままあのさっきのインストーラーを使って移行して今は使っている感じです。はい、ありがとうございます。はい、他ご質問ございますでしょうか。どうもありがとうございました。昨日 Kubernetes の話を聞いたんですけど、 Docker Swarm と Kubernetes ってやろうとしてることって大体同じようなものなんでしょうか？それは全然違うことをやろうとしてるんでしょうか？Kubernetes をそんなに詳しく知っているわけでは、まあ、僕も昨日聞いていたんですけども、なんか目指しているところは基本的には一緒かなと思ってるんですけど、多分このドッカーマシンとなんかドッカースワムとかを使うと、さらにそのマルチクラウドでなんかできるのが実際それがあの実用性があるかどうかというとわからないですけど、まあそういうのができたりとか、その実際のノードを立ち上げたりとかっていうのも一応この3つを使うとできるので、まあ便利なのかな。その実際にそのなんかプラカブルに、例えばさっきもあったんですけど、スワムのなんかスケジューラーをKubernetes を使うとか、まあ、多分逆もあるのかなと思うんですけど、なんかその辺は割となんか強調して今後やっていくのかなと思っております。はい、ありがとうございます。他のご質問ある方は挙手お願いします。ただ時間はあるので、ぜひ質問していただければと思います。ありがとうございます。質問は英語でいいですか？英語？
誰か翻訳できる方に。翻訳できる人いますか。カリスマティックのことですが、カリスマティックは開発者のために便利と思いますが、でもリモートシステムの対応できますかと、僕の Linux マシン、わかりました。他のリラックスマシン、ちょっとSo I'm wondering if you can use Kite Magic to run development on remote Linux machines. すいません、ちょっとすいません、ちょっと後ですいません、直接ちょっと誰かとは。Linux 上でカイトマティックを動かせるようになるかっていう話ですかね。あ、リモート上のってことですね。多分、あ、なるほど、すいません。あと、ちょっと今のカイトマティックの機能であるかどうかは分からないんですけど、なんか、普通に環境変数でそっちを向けるように、できるのであればなんかできそうな気はするんですが、僕はちょっと試したことがないです。はい、すいません、日本語で申し訳ないです。あと一つぐらい質問が受け止めます。後ろの方です。ドッカースワームのではドッカーマシンのそのレスト API 的なものとかっていうのはあったりするんですか。レスト API、 すみません、僕はちょっと、何でしたっけ、ドッカーマシンとかドッカースワームで、レスト API みたいなのがあるかどうかっていうことですね。あるのかな、僕はちょっとわからないので、ちょっと後で、はい、ちょっと調べて、ちょっとブログにまとめて回答したりとか、すいません、はい、しかしたら僕は見た感じだと見たことがないですね、はい、でもしかしたらできるかもしれないので、ちょっと、はい、後で確認いたします。お時間となりましたので以上させていただきます。ありがとうございました。